内線電話の回線管理をする種、装置内線電話とは、組織内専用の電話番号で通話できる電話網である。公衆交換電話網と相互接続されているのが一般的である。有線電気通信法では、電気通信事業者以外が設置するものを施設電話と呼ぶ。大規模な企業では、電気通信事業者から専用線を借り、校内交換機を設置したり、 仮想内線網サービスを契約したりして内線電話網を構築している。小規模な事業所ではビジネスフォン、多機能ボタン電話システム、またはキーテレフォンと呼ばれる小規模内線電話システムが導入されている場合が多い。交換機能を担う主装置と複数の端末のセットでシステムを構成する。内線通信網へ求められる機能として次が挙げられる。 条件をつけての転送を行うことも多い。自動音声応答、録音は、オペレータなどの負担軽減のために、自動音声応答と DTMF や音声認識により発信者自身が操作を行えるようにするものである。顧客関係管理のために、コンピュータと電話等を結びつけた機能が求められるようになっている。内線電話クラスによる通話線制限が行われる。 コスト削減と機能拡充のため各種構成が使用される。事業所集団電話とは電気通信事業者の施設内に事業所用の内線電話交換機を設置してレンタルするサービス。内線1回線ごとに電話加入券が必要である。ダイヤルインサービスなどに置き換えられた。仮想内線網は公衆網内に仮想的な内線網を構築し、 低額の料金で通信できるサービスである。高線接続とは、公衆交換電話網と内線の通話の際に、公衆網を通過する距離を短くし、公衆網の利用料金を安くする手法である。公衆網の通話料金が距離に比例して高くなっていた時代に使用されていた。高線交接続とは、公衆交換電話網相互間の通話の際に、専用通信回線で中継し、 利用料金を安くする手法である。公衆網の利用料金が高い時代には、電気通信事業者の保護のため禁止されていたが、段階的に自由化された。1868年、トーマスグラバーが、長崎シナム三種のグラバー邸から、高島の小島の別荘へ、海底ケーブルを引き、日本初の施設電話を設置した。1886年、足尾銅山に、 日本初の主企業の施設電話が設置された。1902年、加入電話と施設電話との接続が可能となった。手動交換機の時代は交換手が内線相互の接続も行っていた。1940年代から、ステップバイステップ交換機により、内線相互通話のダイヤル自動化が行われたが、外線との相互接続は交換手が行っていた。1950年代から、 クロスバー交換機により内線からの外線発信が自動化された。外線から内線への通話は中継台経由であった。1960年代から事業所集団電話、ダイヤルインサービスの開始により外線から内線への直接着信も可能となった。1980年代から電子化、デジタル化が行われた機能化した。2010年代に入り、 日本の IP 電話のグループ内通話定額制より通話料金の節約よりその他の機能が重要となった。ありがとうございます。